ピアノ独奏による競争曲は、シャルルバラ・アンタン・アルカンによって作曲された、ピアノ独奏曲。ピアノ独奏のための競争曲と訳されることもある。単調による12の練習曲のナンバー8からナンバー1例をナす。1857年に出版されたが、作曲はその数年前に行われていたとみられる。この曲は三楽章性をとっている。各部分には、ュッティ、ソロ、 ピアノなどと書かれており、演奏者にはピアノ競奏曲を構成する管弦楽とソリストを引き分けることが要求される。ピアニストのジャック・ギボンズはこのように述べている。この曲の様式、形式は途方もなく豊かな質を誇り、分厚いテクスチャーと火星を有している。フルオーケストラが目の前に現れたかのような錯覚をさせ、また演奏者は肉体的、 精神的に限界まで負担を強いられるのである。アドリアン・コーレオニスはこの競争曲が解放するシャプルジ・ソラブジやフェルチョブ・ゾーニの作品の登場まで最も過酷な負担を強いるピアノ曲の代表であったと考えている。作品は121ページに及び演奏には50分を要する。第1楽章だけでも72ページ、1342小説を数え、 演奏時間は29分近くかかる。このためアルカンはこの曲が普通の長さの演奏会用作品となるよう省略することを認めた。彼自身も1880年代で行ったパリでの演奏会では第一楽章をそのような短縮版で演奏したものと考えられる。百三十九年になってやっとエゴン・ペトリが BBC の放送用にこの曲の全曲演奏を 行った。また、この作品は、A と単調に始まり A、長調に終わるという発展的調整をとっている。これはこの曲が12の練習曲集中で連続した3曲となっているためであり、曲集中では、前の曲から加工後の循環で調整が推移していることに由来する。カール・クリント・ボルトは、1872年から1902年にかけて、 第一楽章のみをピアノと還元楽のために編曲している。これは1902年にフレデリック・ドーソンとベルリンフィル・ハーモニー還元楽団によって初演され、好評を得た。その後、1987年にアメリカの作曲家マークスターが全曲の編曲を完成させている。ただし録音などは確認されていない。アルカンが作曲したピアノ競奏曲は、 室内競争曲作品中の2曲のみで、しかもこれらは実質コンチェルティーノである。このため、大規模な構成の競争曲は事実上本作のみである。全楽章ともに4分の3拍子となっている。第一楽章は、A と単調1343小節で、演奏時間は30分近くにもなる、アレグロアッサイである。演奏には、 肉体的持久力と極めて優れた広範な技巧が要求される。アルペジをオ,オクターブの奏句、スケール、跳躍、装飾音、両手の交換、素早い和音の連打、トレモロ、トリルなどである。アルカンは競争的そなた形式によって古典的なそなた形式にまとめているが、三つの主要主題を持っており、各部分は非常に拡大されている。曲の開始。 第一主題を提示する最初の8小節は、クアジトラーンと指示されている。これに類する発想表記は、曲中至るところに参見され、ピアニストが表現すべき、オーケストラの楽器が指定されている。この主題の提示後、オーケストラを模した、非化成音を交えたトレモロの後に対照的な、美しい補聴調,調の第二主題が奏でられる。第二主題は、第一主題は元より、 他のビルトオーゾ的な難しいパッセージ群とも対比をなすような使われ方をされていく。第三主題は最初の二つの主題がある程度展開した後響きの良い分厚い火星に乗って変歩蝶々で現れる。その後は第一点に主題の動機が展開されピアノ独奏部へと続く。第点2主題が取り上げられた後に七十八小節からリズミカルな振動機が続き、 路町長で第一主題が提示された後に管楽器を思わせる持続音によるつなぎを経て展開部へ続く。展開部では各主題、同期が競争曲のように展開されるが先方、特に全音音階までが登場し、さらに副調的な音使いまでが見られる。一瞬音量を下げた後に流れ込む再現部では、現状で第一主題、ソロ同期が登場した後に、 第2主題が A と蝶々で登場し、コラール風な動機が割り込んだ後に A テンポコンブリを、普天に分布イコール62テンポを上げたコーダへ入る。カ電差は指定されておらず、コーダ全体がカ電差的にまとめられている。コーダでは、両手交互に単音で主題及び動機が奏され、140小節に、わたって5の音が保持された後に、なだれを打つように1302小節から、 主張のエンハーモニックによる同志町長にあたる変異町長で歓喜のうちに集結する。この楽章は A 波端長アダージョと指示されている。形式的には自由に書かれており三部形式とは言い,い、ガタク ABCD バットとなっており、アーチ構造とも解される。クワジチェリーと記された導入部の後にピアノによるノクターン風の主題 A が演奏され、 短い B の同期へ続く。中間部の同期 C では、弦7から A 波単調に転調するように見せかけて、波単調へ転調する、というグスタフマーラーを先取りするような大胆な、転調が見られる。さらに、変路単調で、早々行進曲風の同期 D が登場する。再現部は B、A の順に音量と勢いを落として提示され、最後は、同期 D により激しく、悲劇的に閉じられる。 最終学章は、アレグレット・アラバ・ルバレス化となっており、第1学章に匹敵するような難儀行が特徴である。ロンド形式、もしくはコーダのついた、ロンド・ソナタ形式と解される。第2学章の英派単調のナポリ調にあたる、二丁調の助走で始まって、ええ、単調のポロネーズ風の主題へと続くが、第4音のロードにシャープが付けられており、ジップシー音階となっている。 ソロパートを受けて出るオーケストラではドリア戦法が用いられるとともにクアジライビーチと指定されており先の戦法と合わせて作曲者が野蛮な性格を強調しているのがわかる。イチョウチョウの第二主題はエリゴメンテと記されているが重度の加工動機は6連符を細かく書き出して逐一体をつけることにより正確なリズムで弾くよう指定している。中間の展開部では ロンド主題が展開されるとともに第一楽章第一、主題が登場し、競争曲としての統一も図られている。再現部の後、第一楽章コーダの同期が変形されて英英、ええ、蝶々の活気あふれるコーダに突入し、俗和音の深4度まで使って、歓喜のうちに全曲を閉じる。全曲を通して、幅の広い跳躍や3対4の、ポリリズムの必要な使用が認められる。 旧モースト・ディフィカルト・ピアノ・ピーシズ・オブ・オール・タイム www cm。cmuseorg。二零一九年五月十五日閲覧。ありがとうございます。